そうしてそんな興奮から来た神経細胞の極度の疲労のために発作以前にも遡ったあらゆる過去の記憶が叩きつけられて活躍不能になってしまった、すなわち逆行性健忘症に陥ったというぐらいのことは新聞記事を読んだだけでちゃんと見当がついている。そこ以来によくあるやつで、何も別に我が輩を呼び出さなくとも君が説明してやればそれでたくさんだと思うがね。はい、それがその今度の事件では私の信用が覆りまして、私の鑑定だけでは当てにならなくなりましたために、裁判所の方でも弱っておりますようで、ことによると呉一郎少年は殺人狂ではないかなどと申しておるようでございますが、そいつはけしからんな。素人とは異常、司法官のくせに無知にも程がある。第一、殺人狂なぞいう精神病がこの世の中に存在すると思っているからして人をバカにしているじゃないか。人を殺したからといってすぐに殺人狂だなぞいうのは補殺と謀殺とを一緒にするよりもひどい間違いだぜ。